かつて運行されていたイエローバス S654 から88,472四学札高原線は国鉄バス JR バス関東長野原支店が運行するバス路線である。四学札高原線という路線名称は四学札高原本線と花式線を含めた総称としても使用されていたが、本校では四学札高原本線について記述する。 東日本旅客鉄道あがつま線の長野原、草津口駅より草津温泉駅を経由し、白根火山に至る路線。国鉄バス時代より、続行便手配の体制には定評がある。また、観光客の利用が非常に多く、国鉄バス時代から現在に至るまで一般路線では、数少ない黒字路線に挙げられる。路線名の滋賀の通り、かつては、 滋賀高原を経由して、長野電鉄湯田中駅まで乗り入れており、長野原駅草津温泉白根火山湯田中間を、長野電鉄バスと草津温泉白根火山湯田中間を、草軽交通と共同運行していたが、1990年に廃止され、白根火山遺園の区間は超電バスにより、単独運行されている。草津温泉輸送の繁忙期となる冬季には、続行便の運行も、 大幅に増加し、出し点からの応援や、JR バス東北からの車両借り入れなども行われている。草津温泉駅、白根火山駅は自動車駅。長野原草津口駅、草津温泉駅の区間について、草津線と呼称する。JR 時刻表においても、草津線と表記されている。国鉄バス時代より、鉄道線の培養として阿賀津線との接続を、 考慮したダイヤが組まれており、特急、草津には、急行便が接続される。北陸新幹線先行開通前は、草津町と東京を往復できる、要接続便が運行された。以下に、その一例を記す。市賀草津高原線の長野原草津口駅、草津温泉駅間では、鉄道とバスとの乗り継ぎ客をスムーズに乗り換え誘導するとともに、乗り切れない客が出ないように、 国鉄時代から利用者数に応じて、続行便が設定されている。無線を活用するなど、鉄道とバスの連携体制が整っている例として、特筆される。無線などの通信手段が貧弱な時代には、戦後でもハトを使用していたという話も、長野原自動車営業所に残る。阿賀津線に、臨時の特急列車、草津が運転される際には、臨時の急行バスが運転され、 観光客の輸送に対応する。貸し切り車など交通系 IC カードリーダーを装備していない車両を使用する場合、交通系 IC カードの使用ができない。2019年からの当期には、毎年 JR バス東北青森支店から2台程度ハイデッカー車両を借り入れている。あがつま線の列車接続を受けて、 長野原草津口駅で待機する JR バス M647 から8 6 4 2二十二た長野原支店は長野原草津口駅からおよそ5分のところにあり支店と駅構内のバスプールでは臨時便用の車両があらかじめ待機しているまた列車が到着した時点で駅前バスターミナルにはすでに2から3台のバスが待機している 列車が到着すると乗り換え客の人数を見て駅前に待機しているバスだけでは不足していると思われる場合、直ちに支店へ続行便の手配がされる。また、続行便はすべて急行便で運行されるため、確定便と急行便が同時発車の場合、観光客については急行便への誘導が行われる。また、白根火山方面へ行く便の場合、 草津温泉までの観光客は、続行便に誘導される。このため、白根火山方面、続行便は並んだバスの先頭に近い乗り場にいる、場合が多い。待機しているバスがすべて乗客で埋まった頃には、車庫から臨時便のバスが到着し、乗客を乗せることになる。バス乗車を待っている、観光客がいなくなるまで、続行便手配は続けられる。 長野原草津口のバスホームの通常の使用状況は、改札口に近い順から2007年3月31日で廃止された、風ざ線は3番線を使用していた。となっているが、続行便や臨時便が増発されるときはこの限りでは、なく、すべての乗り場が草津温泉業急行便で埋まることも珍しくない。なお、車内での運賃収受の簡素化のため、 長野原草津口駅バス乗り場には、草津温泉駅までの専用自動券売機が3台設置されている。続行便が多く設定されたため、バスで埋まった草津温泉駅空いている乗り場のほか、近隣のバス待機場にも臨時便のバスがあらかじめ待機しているが、卓客機には臨時便が草津温泉駅に到着するとすぐに長野原草津口駅へ改装され、 ピストン輸送することも少なくない。バスは大抵の場合、発車20から30分ほど前から乗り場に待機しているが、満員になり、次第、臨時の急行便として発車させてしまう。このため、駅で発車時刻を尋ねると、何分発とは言わずに、満席になったら出発しますという案内がされることが多い。臨時便が発車した後には、別の乗り場に待機していたバスが入線する。 同時に、待機場からは別のバスが改装されてくる。このバスも満席になり、次第、臨時の急行便として出発させる。これが、正規便の発車まで繰り返される。発車時間はほぼ正規便の発車時間に沿っている、場合が多いようである。また、白根火山方面からのバスが渋滞により遅延する、場合もあるが、この場合にも、白根火山からの便の出発時刻に、 臨時便を設定し、大多数を占める草津温泉からの乗客に対して、遅れているバスを待たせないようにしている。2006年10月現在、白根火山からの便はすべて、草津温泉駅で乗り換えとなっているが、この場合は、所定の乗り継ぎ便を定時に発車させ、白根火山発の便の到着を受けた臨時便を設定している。臨時便には、高速車や、 スーパーハイデッカーの貸切車も動員されることがある。この場合は、車内での運賃収受が難しいため、途中無停車の急行便限定運用となる。イエローバス S671 から87401イエローバスは、車内も全面改装 S671 から87401 イエローバスオリジナル T シャツ販売を知らせる看板1994年から2004年まで JR バス関東の地域密着型運営の一環として草津町の全面協力を得て目を引く黄色の塗装を施されたバスであるこの車両は夜行高速バス楽チン号に使用されていた1987年式のイス図スーパークルーザー2台を大改造し 一般路線車両として運行させたもので、前代未聞とも言える、一路専用のスーパーハイデッカーである。当初は、運賃箱と整理券発行機は設置されたものの、構造上運賃表示機の設置ができなかったため、長野原草津口駅草津温泉駅間に限定して使用されたが、後に運賃表示機を搭載され、他の路線にも使用されていた。デザインは、 JR 九州の車両デザインを手掛けた水戸岡英二が担当、黄色をベースに多くのロゴが配されたカラーリングとなり、内装も JR 九州の特急型車両を彷彿させるものに仕上がっている。車体表記の中には数字があるが、これはデザイン上から配したものであり、特に連番などの意図がない点についても JR 九州バスと同様である。 1994年2月4日から運用を開始し、初日には草津温泉駅でセレモニーも行われた。運行開始後にはバス雑誌などで地域密着型バスのモデルケースとして扱われたり、TBS テレビ、そこが知りたいでも、超豪華路線バスとして紹介されるなど、話題を巻いた。観光客からはおおむね好評だったため、翌年にはさらに2台が増備された。 造備車は、透明ハイウェイバスで余剰となっていた、三菱扶桑エアロクイーン2台であったが、1台は元、ドリーム号で使用していた1987年式、エアロクイーン W、もう1台は、当時まだ夜行高速バスでも多数が使用されていた1988年式のエアロクイーン M で、いずれも一般路線車に使用するとは思えないような車種であった。 透明ハイウェイバス車両には停留除名表示器が設置されていたことから、運賃表示器に交換するだけで対応できたので、運用線区の限定はなかった。この時期、長野原草津口駅バス乗り場の売店では、幸せの黄色バスと銘打って、イエローバスのイラストをプリントした T シャツやロゴマークのワッペンなど、オリジナルグッズも販売していた。また、社員向けにネクタインも作成され、 乗務員が着用しているのを見かけることもあった。長野原支店の力の入れようが伺える。後に JR バス関東では、様々なバス関連グッズの販売を行うようになるが、その宣弁をつけたものとも言える。その後さらに2台が増備されたが、開業当時の筑波号で使用された後に、長野原支店に転入していた1987年式の、 ハイデッカー社のカラーリングを変更したものであった。格落ちとも見られるが、スーパーハイデッカーでは、高齢者の乗降には、きついという意見もあったためとされている。10年間にわたって、四角殺高原線の名物車両として走り続けたが、スーパーハイデッカーの4台は高速バスからの、格下げ車ということで、痛みが激しかったため2002年には廃車、残る2台も2004年には全廃された。 草津町の調整志向100周年記念サイトにおいても、イエローバス運行開始が記述されるなど、現在に至るまで続く草津町との強固なパートナーシップを象徴する存在であったと言える。ありがとうございます。